桜島では先月15日、火山性地震や山体の膨張を示す急激な地殻変動が観測され、気象庁が噴火警戒レベルを4の避難準備に引き上げました。その後の観測の結果、マグマが河口近くまで上昇していることを示すデータの変化がないことなどから、気象庁は以前の火山活動に戻っていると判断し、 き午後4時にに噴火警戒レベルを3の入山規制に引き下げました。鹿児島市は先月22日に桜島の3つの地区に出されていた避難勧告を解除していて閉鎖されていた観光施設や観光バスなども再開しています